どうもミスタードライですけどね、今回はこちらでございます。はい、こちらでございます。ドラゴンズ阿部俊樹さんの動画を撮っていきたいと思います。はい、ということでですね、見事にセレクションのガチャを100連いたしまして、阿部俊樹さんゲットしたわけなんですけれども、まずは皆さんご存知能力を見ていきましょう。オール C でございます。まあ文句なしですね。ある意味文句なしでございます。ミート68、パワー66、総力67ということで、ミパ同値を決めたいんでね、パワープラス2の称号をね、後で狙ってやっていこうと思います。そして弾道中弾道、あ、ここもね、言うてる間に上がってくるんじゃないかなとか思っています。で、裏捨ては本当に素晴らしい。セカンド適正 B で、裏捨ても全部 B ですね。いや、レフトとショートとかいろんなポジションも守れるっていうのも結構いいかなと思います。で、特殊能力超流し打ち、固め打ち、逆境ということで、まあ、阿部さん結構ね、引っ張りのバッティングも多いんで、超広角にしてほしいっていうところはあるんですけれども、ほんでね、チャンスも強いんで、超広角チャンスとかどうすか、コナミさん。僕の動画を見ているね、コナミさん、お願いしますよ。ということでですね、早速阿部さん使っていこうと思います。で、オール C なんですけれども、結構打ちやすいのは事実なんですよ。だから阿部さんが強くなったら、本当に中日人生はもっと強くなるという思いも込めましてね、まず称号チャレンジしてからランク戦早速デビューさせていきたいと思います。それでは行きましょう。それでは阿部さんの称号チャレンジやっていきたいと思います。阿部さんの A ランク見てください。これ僕セレクション楽しみにしすぎてめちゃくちゃ集めてしまったんですよ。はい、阿部さん超強くなるんじゃねとか思って、じゃあオール C やったんですけれども、まあ、とりあえずですね、阿部さんこれ何枚おる ?14枚、15枚ぐらいにおるんで、さすがにミパ同値は決まるかなと思います。パワープラス2を決めていきたいんで、狙うべき称号はバズーカ、そして稲妻、まあ、稲妻やったらね、ちなみに全同値になりますと。で、怪力無双やったら1点パワー型になりますといった感じですね。あとは圧倒的パワーかな。この辺を狙ってやっていきたいと思います。まあ、大量に折るときにあるあるなんはね、結構油断しとったら最後ら辺焦ってくるっていうことがあるんで、まあちょっとね、極意書も集めながらですけれども、早めに決めていきたいと思います。それでは1回目いきましょう。お願いします。さあ、音聞かしてくれ。星3以上つけたい、まず。あー、打撃職人。まあ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 ね、初回はまあいいでしょう。それでは2回目いきましょう。2回目もなしでいきたいと思います。で、残りね、8枚ぐらい切ってきたら、ちょっと極意書使っていこうかな。さあ、いきます。2回目お願いします。あー、パワー島全然あかんわ。さあ、3回目いきましょう。ちょっとだんだん心配になってくるんで、ちょっと1個だけ使っていいですか。圧縮もできるんでね。はい、お願いします。ちょ、発作以上まず1回続けてくれ、頼む。あかん。いやー、切り込み隊長。ちょっと決まらないな。まあ、まだ大量にありますからね。さあ、4回目いきます。4回目ちょっと3枚ぐらい使っていきます。お願いします。そろそろ頼むぞ。音聞かせてくれ。OK! 来い!京スラか。京スラはちょっとな。まあ、強いんすけどね。まあ、とりあえず強スラつけとこう。強スラついてやっとミート B ですからね。それでは5回目いきましょう。ちょっと何回目かわからんくなってきた。ちょっとこれ決めるわ。この辺でいっときます。5回目。頼む。来い来い。うわー、スナイパー。違う選手についてほしいんだ、スナイパーは。どうしようかな。はい、ちょっとあと何回や、これ。あと10回しかできへんのか、ちょっと不安になってきた。頼む。6回目。7回目かな、どっちや。お願い。いやー、やばいなー。それでは8回目ぐらいかな。まあ、星1の確率減らしたいんで、4枚でいこうか。ほんまそろそろ頼む。マジ頼む。頼む。打撃を極めし者。全然決まれへん。それでは9回目、ちょっと心配になってきた。頼むぞ。これ決まらんかったらほんまに萎えるわ。頼む。よし。超人。ちょっと待って、全然決まれへん。嘘でしょ。さあ、もう10回目ぐらいかな。ちょっともう1回0枚チャレンジでいこうか。ちょ、ほんま頼むわ、そろそろ。圧倒的ミート、圧倒的パワーが良かったのに。ちょい待てよ。あと6回しかできへんけど、ちょっと焦ってきた。さあ、ほんまそろそろ頼む。マジ頼む。ちょ、ガチ頼むわ。だからさあ、もうなんでだ。いや、あと4回なんやけど、やばいかもしらん。大丈夫?
さあ、いよいよ笑えなくなってきました。ちょっともう一枚チャレンジでいこう。じゃ本場頼む。嘘でしょ、頼むぞ。いやー待って、いやあと2回なんすけど、やばいな。ちょ本場頼む、マジで神様。おし、今日すらあかんって。何回出入りしてんのここ。はい、ということであと2回です。もうね笑えないっす、ほんまに。どうしよう、とりあえず1枚チャレンジでいこうか。じゃあほんまやばいぞ、ほんまに。何回同じやつつくねん、ほんまに。はい、もういよいよ S ランクを使ってラストチャレンジです。もうちょっとね笑えないっすね。ちょ、ほんま頼む、マジで頼む。終わったー。嘘やろ。はぁ、なんなん、もうマジで嫌やこれ。もうええわ。はい、ということでね、称号16回全て外した男ミスタードライです。無料10連回します。押します。いやかなりメンタルグラグ。せっかくセレクションで組み切ったっちゅうのに。はい、ということで次はさっきのか。はい、ランク戦いきましょう。はい、ということでですね、切り替えてランク戦やっていきたいと思います。今回は阿部さんスタメン1番セカンドでデビューさせていきたいと思います。京田さんとの二遊間でいきます。さあ、ということでやっていきましょう。ちょっと称号チャレンジのメンタルが半端じゃないけどね、頑張っていこうと思います。まあ、阿部さんね、オール C でね、能力自体は低いんですけれども、まあ守備もいいですし、まあ、中日純正で例えば立浪さんとか荒木さん持ってない人はね、まあ、スタメンで使う人多いと思うんですよ。まあ、なんで、うまー、ちょっとね今のランク戦結構やばいんですよね。もうモサしか集っていないんで抑えれるか分からんけれども、ちょっと頑張って買っていきたいと思います。まあ、阿部さんね、ほんまに守備うまいんで、阿部さんの能力さえ高くなれば中日純正っていうのはかなり安定してくるんですけれども、ちょっとね、オール C やったらきついかなといったところはありますよね。はい、ということでちょっと抑えれる気が全くしないんですけれども、ちょっと頑張って抑えるしかない。 OK、 ワンアウト。称号15回外してからの中日純正でランク戦で負けるっていう、さすがにそこだけは避けていきたい。よし、阿部さん OK。 守備の安定感は花丸ですからね。さあ、ツーアウトです。ナイス、阿部さん、守備の安定感花丸です。さあ、称号決まっていないマスターデビューです。ただね、セレクションで星4の称号ついとったらかなりかっこいいですよね。まあ、ミパのうち決まってないけど別に悪くはないよ、正味。さあ、流し打ち、流し打ち出たら結構強いです。見てください、このスピリッツ4520ですよ。はい、阿部さん、あれ、オール C の打球やないかい。なんや今の。OK、 周平マジで世界中ジャスいな。まあ、阿部さんね、あのほんまにスタメンで使う人は適正打順何番かって言われると多分ね8番か9番やと思っています。8番9番にしといて、まあ意外とね、あの逆境とかもあって割といい場面では打ってくれるんで、まあ、あの守備もいいですし、オールスタメンで使うのもありかなと思っています。さあ、3番のりさんいきましょう。いやー、わー。さあ、4番たけし、ちょっとチームを救ってくれ。称号チャレンジミスって雰囲気めっちゃ悪いよ今チームの。頼むわ、ドクター X。 さすがよ、もうたけししか勝たん。ドメスティックバイオレンス、素晴らしい。この2人は本当に頼もしいですね。さあ、ここで代打宇野勝るいきましょう。あ、ミスった、キャッチャーおらんわ。はい、ということでちょっともうキャッチャーどうしようかな。取って、強打、ナイス強打。 OK、 ツーアウト。 OK、 いいよいいよいいよ。オッケー、さあ2試合目いきましょう。
それではラスト試合いきたいと思います。はい、ということでラスト試合いきたいと思います。ちょっと今のランク戦隊ほんまやばいっすね。今のプラチナほんまに打率5割の人しかおれへんわ。もう5割6割ゴロゴロいます。さあここしっかり抑えて最後気持ちよくマスターで打って終わりましょう。さあゲッツーマスター OK マスター守備うめえわマジで。 OKOK2 アウト。さあここでマスターで打ったらもう完璧よ。勝負決まらんけど、まあ終わりよければ全てよしということで、さあしっかりと3人で抑えていく。さあマスターこれホームラン打ったらやばいよ。まあ、せっかくね驚異のスラッガーついてるんで、もう驚異のスラッガーらしい打球を打っていただいてね終わろうと思います。さあ阿部さん行きましょう。特能出ないけれどもスピリッツ素晴らしい。いやマスターらしい流し打ちということで、皆さん打ちやすいですマスターは。はい、あとはほんまにねシリーズ2で能力上がるのを待つだけですね。そして周平打ちやすいと。そしてミート打ち素晴らしい。さあ最後ね気持ちよくコールドで終わりましょう。森のくまさんということで、皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました。